こんにちは、ハトです動画のご視聴ありがとうございます今日は古めのスナップオン TM70C のリペアの様子をお伝えしたいと思いますこちらはもう治った状態なんですけれども小気味よくカリカリと動いておりますしかしこのラチェット私の手元に来た時はハトびしまくりのラチェットのノッチはスカスカ、節度のないラチェットでしたバックラッシュもとても大きくて使えたものではございませんでした、まあ、イヤーマーク確認しますと1987年となっておりますもう30年選手です それでは仕方がないのかもしれません蓋開けて中見てみましたところどうもパウルの軸が細ってしまったのかパウルが斜めに動いてしまい遊びが大きくメインにしっかりとかからないような状況でしたこの年代のパウルギアはかしめてありますのでリペアキットがないと何もすることができません見てみたところボディは削れてる感じはまああまりありませんでしたのでリペアキットを手配いたしましたスナップオンすげえなって思うんですけれども30年前のアイテムのリペアキットが普通に手に入ります 現在 Amazon さんで2300円程度で販売されております。まあ、工具屋さんでも手に入りますでしょうし、無論スナップオンのバンセラさんでも頼めば修理はしてくれるでしょう。今回は手軽に Amazon さんで調達をいたしました。このリペアキット、アップグレードがされたのか、まあ説明読んでますとギア数が30ギアへ変更になっていると書いてあります。それでは作業に移ります。まず分解をしていきます。ネジ2本を外し、プレートを取り外します。 まこのプレートが固着している場合引き抜いたネジをプレート側からねじ込んで軽く叩きながら引き抜くと簡単に外れます蓋が開きましたらまずはメインギアを取り外します私の場合はガチャガチャいじってましたらパウルの下側にいるボールが飛び出してしまいましてまあこれ危うくなくしてしまうところでしたでこのボールなんですけれどもパウルがカシメタイプのラチェットにおいては外れてしまいますとカシメ部分完全分解しないとおそらく組み上げることはできないと思われます ラチェットの注油のみの作業などされる場合、十分に注意をされてください。さて、カシメ部分をドリルで揉んで外します。柔らかそうな素材でした。オートポンチでセンターに印をつけます。続いてその印通りにドリルで揉んでいきます。ドリルについては1 8ミ、mm、リを選択しております。ご家庭で作業する参考になればと思い、ピンバイスで作業を始めました。 おそらくカシメ部分飛ばすのにピンバイスで作業をしても5分もかからないかと思いますが私の使ったピンバイスがこれとても安物でドリルがどんどん中に入っていってしまうためにまあ、面倒になって結局電動でやってしまいましたさてあとはレバーを引っこ抜けば分解は完了です30年分の汚れを流しますパーツクリーナーと綿棒で行いました 綿棒は毛羽が残る可能性がございますので、使われる場合、最後の洗浄には十分に気をつけてください。リペアキットを開封します。説明通り30ギアになっておりました。これはありがたいアップデートです。また、もう一つ部品がアップデートされておりました。ボールが違う部品となってスプリングとボールだったものがアセンブリとなっておりました。 申し訳ない動画はないのですけれどもこのリペアキットが届く前に以前の部品で仮組みして練習していたんですけれどもこれ本当に組み込みがとても難しいと言いますか、まあ、面倒な作業でしたしかしこのスプリングとボールが1つの部品となってくれただけでバイスなどなくてももう簡単に組むことができるようになりましたさすがスナップオンしっかりと進化をしておりましたそれでは組み込んでいきたいと思います しして動動作を確認まますす問題なく動きますここで例えば切り替えレバーが硬そうですとかラチェットのカリカリ感をもう少し弱くしたいとお考えでしたらスプリングをカットしてしまうのもよろしいかと思いますそれでも切ってもひと巻き程度でしょうかそれ以上スプリングを落としてしまいますとこの TM70C においてはギア飛びなどを起こすような気がしますさて最後レバーを適当なものでかしめます 私横着してヘックスソケットを当てがってそれでぶったたいたんですけれどもまあ残念ながら失敗しました潰しすぎてしまいカシメ部分がちょっと割れてしまったんですまあいつかその割れが広がってカシメた部分が外れてしまいそうな気がします私のような不器用さんはちゃんとした道具ピンポンチみたいなものでしっかりと叩くようにしてくださいちなみにこのレバーだけでも部品設定はございますスナップオンのバンセラーさんから購入が可能です やっちゃいましたらすぐお電話しましょうさてちゃんと動いたらグリスを入れますノングリス仕様はちょっとやめておいた方が良さそうな動作感でした私はナスカルブというオイルを使いましたナスカルブ、ま、良いのかどうかはいまいちわからないんですけれども今までラチェットに使っており問題が出たことはございません水読んだりゴミが溜まりやすいということはないですサラサラしたシリコングリスを使うのがよく推奨されております 個人的にはリーズナブルなミシン油なんかで十分だと思っておりますあとは蓋をしてネジを締めて完成ですネジ部分には一応弱いネジロックを入れておきましたクリック感が戻り今後さらに長く使えるようになりましたラチェット使ってて調子悪いなと感じましたらそこまで高価な部品ではございませんまた難しい作業でもございませんから新しいラチェットを買う前にリペアされることも検討されてみてください さてせっかく治ったので使ってみましょう私渋市が大好きですからこれも好みな使い心地です空転は今のスナップオンと比べると軽めまぁ、あ、とはいえ軽い部類ではございませんしかし感覚としてはしっかり感はあまりありませんこの頃の渋市って使ったことがありませんのでこれが正しい動作なのかは不明なんですけれども現在のラチェットと比較するとかなりラフな感じを受けますしかし使えないレベルではなく華奢で壊れそうという恐怖感もありません そのファジーな使用感が私は楽しく感じています。オートバイのステム周りですとか、サブフレームの締結ボルトなど、2 5ニュートンあたりまでのトルクでしたら問題なく使っております。さて、オールドスナップオンってどうなのでしょうね。まあ、いくつか私も持ってはおりますが、私のものは巷で言われるような薄さですとか、メッキの良さといったことは感じません。ただどれも古いものとはいえ、1980年代のものですから、さらに古いものについては素晴らしいものなのかもしれません。 ただこのエクステンションについては、メッキの良さと言いますか、まあ、悪さが逆に好みです。磨きが本当に中途半端で手にかかると言いますか、まあ、私、手に汗をかきやすいもので、最近のスナップオンのつるっとした表面の仕上げですと、手に張り付いて滑らなくなってしまうことがあるのですここのの古いいススナップオンンンエクステンションはそうっっったととがなくててても気に入って使っております。 ボブルですから、使うところは選んでしまうんですけれども、まあ、以前紹介しました、スタビレのロック付きエクステンションと併用して使っています。そちらについても良い道具ですから、興味ございましたら、概要欄のリンクから動画をご確認ください。さて、個人的な意見として、ドライブ工具につきましては、まあ、今回直してるのにこんなこと言うのもなんなんですけれども、古いものを積極的に選択する理由はないと思っています。 手元にあるものをブラッシュアップして長く使うことには賛成ですけれども、わざわざ古いものを買ってくることに機能面でメリットは何も感じません。ヴィンテージなどの雰囲気を楽しみたい方以外は新しい製品を買われることをお勧めします。ヴィンテージの雰囲気をバカにしているわけではございません。私逆にそういう趣みたいなものが好みです。ですから今回も直しておりますし、今後この工具を長く使うことになると思っております。 私の持っているオールドスナップオンはすべて型見分けという形で手元に来たものです私が購入したものというのは一つもございません結局みんな型見分けされても使いにくいですとかまあもっと良いもの持ってるからなかなか使わないんだよねといった理由でほこりかぶってしまう場合が多いですまあそんな道具ですから私にとってのオールドスナップオンというのは少し悲しいイメージのある道具でもありますもう会えない人への思いが乗っている だんだんと忘れられていく人たちがいるまあちょっと悲しいですけれどもそんな思いの乗った工具のご紹介でしたさて本チャンネルでは火曜金曜の更新を目標として頑張ってやってます次回何曜日となるかは分かりませんが皆様にまたお会いできますことを願っておりますそれでは次回までまたね